どうも、トズキンでーすと、コンさんでーす。コンさんです。自分でさんっておかしくない？もうコンさんでーす。コンでーす。というわけで、今日はコンさんにピッチング講座やっていただきたいと思います。お願いします。その中でも、今日はコンさんの得意球であるスライダーやります。スライダーってどんなボールですか？私は左ピッチャーなので、はい、左バッターのアウトコースから、はい、そのボールに動く球、はい、そうですね、こういう感じですね。ピューンっていうね、そうそう、このボールを今から詳しくコンさんに投げ方とか練習の方法を教えてもらいたいと思います、はい、このスライダーが投げれるようになったらどんなメリットが？私の場合は左ピッチャーなので、はいはい、特に左ピッチャー有利なのは、左バッターはファーストに走りに行きたい、肩がちょっと開いてくるのに対してボールが遠くに逃げていくから、はい、すごく打ちづらい。なるほど、うん、で右は左バッターのインコースとかが動いてくれば、はい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 、すごい打ちづらい。なかなか投げてる人ね、そんなにはいない、まあ、左が投げる人が多いかな、うん、まあ、でもだからといって右ピッチャーが投げてはいけないわけではないし、ね、使い方は、うん、持ってるといいよね、うん、あると思います。大豆ドロップチェンジアップっていうのがまあ、うん、オーソドックスな変化球だけど、そこに横のね、うん、変化が入ってくるとかなりいいボールになると思いますので、はい、ぜひ皆さん動画を最後まで見てやってください。はい、はいはい、では早速やっていきましょう。そうじゃあですね、早速まずはボールの回転、そう、スライダーっていう球はどういう回転をしているかについてです、はい、今想定しているのは右ピッチャーがスライダーを投げる、でしかも見てる人が投げ手だと思ってどう見えてるか、はい、だから右ピッチャーが右からこういうスライダーを投げる、はいはいはい、右のアウトコースに、こういうことね、バッターだしね、そうそう、こういう球になる時の回転はこういう、見えるかな、うん、こういう感じ、でこの回転でこういう風に見えていく、うん、からまず1個、そのこの回転を生み出すにはどうしたらいいかを考えながらイメージをして、うん、逆に一応左ピッチャーでやってください。左だと、左ピッチャー、左だと、左バッターだからこういう、はいになります、はい、でその時にその横回転をつけたい、はい、でまずは1個握りから、はい、で私の握りは、はい、じゃあ次握りですね。私の場合はこういう回転を作りたいので、はい、こっち側から押す、網目の見えます、こっちの右側からで、こっちに力をかけていくことによってこういう回転を作りたい、から、うん、右の場合は逆にこっち側、はい、でこういう回転を作る、へっていうイメージなので、うん、この縫い目に指の腹をかけ、こっちの山に合わせて、うんうん、でそれをこうやって、ね、右の場合こうね、左の場合やって、そう、こう、こっち右ね、でさっきの回転を作りたいってイメージを考えると、うん、ね、そう、どっちに乗せたらいいかは分かると思う。逆だったらだってかからないから、そうかな、なるほど、かかる場所に指のこっち側だから、真ん中というよりかはそのかかる場所に、そう、指の腹を乗せてギュッてやる、はい、ブラッシングの時にイメージはこう持ってきて、こういう風にかけてあげたい。この手のひらの向きはできるだけ変えないでひねる感じ、あ、そう、変わっちゃうと違う、そうですね、この回転をかけたいから、はい、こうではないんだ、うん、それはそうならない、だからこう握ったのをこうかけるための手首の使い方はこう、こう、これを持ってやってみると、こう球が色がついてるのがそのスライダーのさっきの回転の動きになってるかどうかがポイント、こうだよね、こうだよね、そう、でそれをそう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 、で多分ここに来る前には離れてるから、ここの時に横にそう動いてれば、だから私今初めて教わってやりがちなのが多分こうだと思うんですよ、このなんていうの、うんうんうん、親指でこうやってやるんじゃない、うん、ギュッて押す、押しボールを押す、こういう感じだよね、イメージ、こう人差し指と中指ギュッと、はい、ギュッとかけていく、はい、イメージ、ちょっと超スローモーションでやってもらっていいですか、動きだけこう来て
こういう感じ、手が遅れてくることが前提、こうはならないで、こう超ゆっくりやってください、超ゆっくり、はい、チャッ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 、おお、そう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 、イメージは、はい、こういう感じで、じゃあ体の動きはどうするかというと、うん、まあ、ストレートとそんなに変わりないんですけど、はい、ちょっと勘違いしがちなのが、はい、私で言うとこっち側に投げたい、うん、スライダーね、そう、はい、右側にこっちに投げたいって思う時に、はい、このグローブの手が早く開いてしまうと、もう体がそこに向いてしまうから、うん、直線的に行ってしまう、うん、でもスライダーは曲げたいからね、そう、バッターに行くにつれ曲がってほしいから、こっちのグローブの方はなるだけ開かないで我慢する、で回転でその外に逃げていく、なるほど、いうにしたいと思うので、グローブの方はなるだけ開かない、ギュッてギュッて締めていくイメージ、だからこうやって、右だとこうなっちゃうのかな、そう、それは余計抜けたりしてしまうし、回転的にはかけづらい、最後に力が入らないので、肩を締めてここでバッティングと一緒だ、あ、多分そうだと思う、こうやって打ちたいからってさ、うん、こうやって打っちゃダメじゃん、うん、こうやってだから、うん、そう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 、そういう風に投げると回転がかかります、うん、はい、はい、じゃあ練習方法、練習方法、はい、はい、教えてください。私が練習したのは今のイメージで遠投をすること、お、遠投するとボールの動きがとてもよく見えます。ライズとかだとわからないけど、横の動きは見えるので、自分の回転が、まあ、できるなら色がついたボールで、うん、投げると長いこと滞空時間があるので、一体その回転が合ってるのかもわかるし、うん、それが合ってると球の軌道がそういう風に出てきます。へ、はい、なので自分のその投げ方が合ってるかっていうのがそのまま出てくるのでおすすめです。じゃあやってみましょう。はい、はい、この時も肩は開かない、なるだけ閉じた状態で回転を与えていく、肩をギリギリまで開かないで、リリースの時にギュッと体を締めるイメージ、あ、ごめんなさい、手首は力を入れすぎるとしならないので、そうそう、おお、うん、手の甲をやるだけ遅らせてくる感じ、手首を大きく使えることが変化が大きくなるポイントだと思うので、おお、うん、でそのリリースポイントに合わせて体をギュッと締めていくイメージになります。左だと右肩は開かない、グローブの手は開かない、最初に言った指のかけ方と回転の軌道を出せるためには、手首をどういう向きで使ったらいいのかを考えながらできるんだったら、こういう練習の時も色がついた球で、まあ、でもこれでも見えるので見ればいいんですけど、うん、今見ても回転だけは横向いてる、ちょっと動きはあまり出てないけれども、でフォームを作るのに、うん、だから最初に言ったこの回転をかけたいからやってるフォームっていう風に言われたことがやってもできないじゃなくて、それは多分この回転につながってないからだから、うんうん、最初のイメージをできてるかどうか、おー、かかってるかかってる、いきます、おー、すごいよ、うん、めっちゃいい感じ。なるだけだから手のひらはずっと上、うん、落ちたりしたら最後下にかかっちゃったりするから、もうこういうイメージ、なんかこれはここでブラッシングしたことによった反動を手首がこう使えるみたいな、だから手首をこうやって動かそうとしたらスピードはこの動きは出ないから、はい、手首は楽になる、はいはい、ヒュンヒュンヒュンって感じ、手首は楽にかけてるんだ、そうじゃないと多分このスピードが、手首の動きのスピードが出ない、力入っちゃうとこうやってなるから回転はかからない。野球の変化球投げる時とか他のこともそうだけど、うん、それは足が力強さを担って、ここは楽にしなやかに投げるから当たってから早く動く、おー、うん、
ちょっと超真横から行きますね。はい。おお。で本当に肩を開くとあっちに行きがちだから、うん、本当に肩を我慢するグローブの手を。めっちゃなんかねいい感じをやっぱり当たり前だけど。いやいやいや。肩を止める。すごい綺麗。そう。だからイメージとしては自分がちょっと左だったら左側、投げる相手より左側、右だったら右側に投げ始めて相手に届くみたいな。素晴らしいです。本当にうまくいくとそのブーメラン投げて遊んでる時みたいな動きが出てくるのでやってる本人も楽しくなる。それが一番いいね。そう、もっと投げたいなみたいな。いいね、うん、いいよ。褒め上手だな。綺麗だもんだって。いやいやいや、ラストぐらい。うん。おお、うん、すごい。でもこの距離は結構遠投の距離は全力で届くか届かないかぐらいでよくて、はい、今ちょっと私短めだったんだけどその方が思い切って賭けに行けるから力加減しちゃうと難しくなるけどギュンって賭けれるようにな距離を選ぶといいと思います。はい、はい、おおすごい。まあそんな感じ。さっきの音はあれだけど。てかブラッシングで一瞬ボールなんかわからなくなった。あーごめんなさい。これが肩が開くとこうなるね。あ今の近くなってきた。イメージはね。ちょっと落ちたけど。すごいね、一瞬消えるね、ここ、うん、あでもだからなんかあれでしょ、右バッターは見えなくなるってやつでしょ、見えなくなるらしいけど、やっぱり嫌なのそれ。嫌だよね、だから分かんないもん、うん、うん、おお。だから左は最悪ボールになるだけだから、うんうんうん、であとちょっとボールでも振りに行くことがあるから楽だ。今のだってもうちょっと入ってたらストライクやもんな、うん、そうなの、うん、だから左バッターは本当楽だったので、審判のストライクも広くなるんだよね、外が。おー、うん、イメージはね、うん、やっぱりだから肩が止まるとそこらへん。よっしゃー、ラスト。はい、ナイスボール。頑張った頑張った、すごい。いやいや頑張ったよ。すごいすごい。はい、という感じでいかがだったでしょうか。はい、すごかったですね。キャッチャーしてて思ったのがなんか一瞬消えるんですよね、でピューンってくるっていう、なんか不思議な感覚、すごい急に来る感じがする、うんうんうん、だからバッターもすごいうってなりそう。肩をしっかり止めると余計そうなると思う。開いちゃうと見えてくるけど難しいですよね。でもその、うん、閉じつつ閉じつつやるのがね、そう瞬間的にピュンって、うん、ピュンってダラダラってやると回転がかからないんでピュンピュンっていう感じ。ライズとかだとこういう練習あるじゃないですか、うん、スライダーだとどうなるんですか。あでもなんかこうやってここに当てる、うん、当てる、ここが楽な状態でこういう感じのイメージ。ブラッシングだとこうじゃないですか、うん、それでいうとそれを横にする感じ。そう、手のひらを上にしたまんまで、うん、のブラッシングみたいな。そう、キュンって、その時に手首に力を入れちゃうと使えないから楽に、うんうん、楽に力抜いて当たった勢いでこういく感じ。ヒョンヒョンヒョンっていう感じで、くって手首を上に、できるだけ手のひらを上に。いやすごかったです。はい、さすがです、はい、皆さんもぜひ何回もこの動画を見直してですね、はい、スライダーかけれるように練習してみてください、はい、またわからないことがあったらコメント欄とか公式 LINE の方でメッセージいただければまた質問にお答えしていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、 お願いします。というわけでこの動画が良ければグッドボタンタイム。ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ、バイバイ。